はい、ここへ着きました。これが日本最古の神社と言われる、最初はね、先ほど寄った岩船神社が最古と言われたらしいんですが、今はこちらの方がね、日本最古の神社であると言われる、ね、でおるそうですが、さあこの鳥居をくぐって本殿の方へ参りたいと思います。本当に今日はね、本当に多いですね。このコロナの時もちょっと来たんですが、閑散としておりましたね。しかし今日はこのようにね、たくさんなお参りの方々がお目になっておりますね。1月の5日、毎年ね、先ほど言いましたように、岩船神社、最古と言われる、その言われのね、岩船神社をお参りしてから、この磯の上神社に来るんですが、さあ昨日、ね、伊勢神宮の杉並木をね、昨日はライブはしなかったんですが、この杉の木ですね、このようにしてね、境内ちょっと境内入ってまいりました。でこのこちらのね、本殿がね、最近去年ですかね、完成した、ずっと工事中だったんですが、立派なね、本殿、これ社殿が完成しましたね。そしてこの左側が降りたところがね、駐車場になって階段になっていたんですが、このようにして綺麗なね、社殿ができましたね。さあそしていつもここでね、トント焼きね、されている、そしてこのね、右側、この今鳥の鳴き声してるでしょ、ね、ここがね、多くの鳥ね、日頃はね、放し飼いされているんですが、今日はね、多いので、参拝客多いのでね、おそらく、表出している分がありますね。いつもはね、この上にね、少ない時にはね、参拝者少ない時には、この木の上にね、2、3羽の鶏がね、いつも鳩みたいに止まっているんですけどね、これがそうなんですね。毎年このね、ライブで、この、ね、多くのこのね、いつもは、いっぱい表に出てきているんですが、今日はね、参拝者が多くてね、おそらくみんなこのね、中に入れてある分が多いですね。これ綺麗でしょ？ね。ね、びっくりさせないよう静かに見てくださいってね。ここにね、ここで卵ね、産んで見つけたら、社務所にね、届け出たら持って帰ってもいい。去年ですかね、一つね、卵ね、産んでるとこ見つけてね、持って帰ったんですけど、孵化するの失敗しました。なかなかね、卵、これ野生に産んでね、それを見つけて、社務所へ届けたらね、名前言ったら持って帰ってもいいようになっているらしいんですね。さあ、このところにね、池があって、ね、たくさんな、見えますかね、下に鯉の稚魚でしょうかね。この下にいっぱいね、鯉がね、泳いでるんですね。このさあ、ここに見えますね、中にね、このようにしてひごいにまごいですかね、これ泳いでますね。でこちらね、要するにこの浄水してますね。ここでね、餌やったりしたらね、たくさんなね、鯉がね、寄ってきます。ここにね、これ、毛ですか。毛の、もうね、ちっちゃいたくさんな鯉がね、今日、上からちょっとね、上に毛があって見えませんね。さあ、前にね、来た時に、ここのね、この休憩所、ここにね、座布団が引いてあるんですね。この座布団とね、の間にね、親鳥ちょっとね、隠れていたようなところでね、
卵ね、産んだよ。ほんで、ここここって出てきたら、で、卵が一個、ね、生まれていたんですね。さあ、今日は本当にね、この中に、ちょっとね、変わったね、真っ白にね、このくちばしがね、黒い、ね、これ変わっとるでしょ。真っ白にね、目の縁とこのくちばしのところは黒いね。今日はもう全部ね、この中におそらくね、ここにいっぱいね、ちっちゃいね、あね、ちっちゃいひなまで、ひなはね、いつもここは小さいひなだけ入ってるんですが、ここにどうもね、今日は表に、このね、これ、この茶碗はね、ちょっとね、うるさかったみたいなんですね。だから、暴れそうな、ね、あれは、ここに今日は閉じ込めておられる、納屋にね、もっともっとね、たくさんいるんですね。この、中の、この裏にね、あの本殿受付の個人札納め所ってありますね。奉納所。ね。ここの裏にね、どうもこの鳥小屋があってね、ちっちゃいひよこはね、みんな向こうにね、たくさんなお参り参拝多い時にはね、ちっちゃいひよこ、そしてね、普通ね、犬とかね、猫をね、猫はまあ少ないんですが、犬を連れて来られる人たちがおるんでね、そのような時にちっちゃいね、ひよこみたいなものはね、この裏の方のね、小屋にね、避難させているということを聞いたことがあるんですね。さあ、これからこの上のね、本殿にお参りしていきたいと思っております。それでは、磯の神神社、今からお参りしてまいります。これが昨年まではね、大工事行われて、きれいに完成しましたね。前、去年の時は、ここにね、幕、テント、ね、全部足場があって、点灯されていたと思うんですが、きれいに完成しましたね。それでは、これからお参りさせていただきます。